林聖駅は、大韓民国系軌道派周市分散 U にある、韓国鉄道公社警備線の駅である。駅番号は、K337。首都圏電鉄警備、中央線の起点となっている。警備線再連結事業に基づいて、分散林新へ魔改造と同時に営業を開始した。宮古羅山駅への乗車手続きを行う駅である。宮古羅山駅方面に行く場合は、 X 線検査と金属探知機検査を受ける必要があり、かつ駅で隣信トラ山間の往復乗車券を事前に購入しなければならない。駅周辺には林信閣があり、隣駅の宮古羅山駅とともに、朝鮮分断の現実を肌で感じることができる駅である。文山当駅間の電化工事に伴い、2020年には当駅も首都圏電鉄経備、 中央線の一部に組み込まれた。アフリカ豚熱の拡散防止対策に伴い、2019年10月2日から、当駅に乗り入れる、全列車が無期限で運休となっていた。定義、中央線開業以後も、宮古ラザン方面へ直通する列車は引き続き、運休中である。単式ホーム一面一線の地上駅。その他、側線が一線ある。 民間人出入統制区域の直前の駅であるため、ソウル方面発着専用ホームと、統制区域内にある、宮古羅山駅方面出発専用ホームが分かれている。そのためホームの中央部分に、両ホームを隔てる柵が設置されており、憲兵が厳重に監視している。宮古羅山駅方面専用改札には、保安検査場がある。この手続きのため、駅構内には、 チケット売り場や多くのベンチが設置されている。駅名表にはソウル及びピョンヤンの両駅名とそれぞれの駅への距離が表記されている。宮古ラザン駅にも同様の駅名表が設置されている。民間人出入当制区域に近く付近に住宅があまり存在しないため生活目的の利用者はほとんどいない。ほとんどが当駅近くの隣新閣や その付随施設などの利用者や、隣駅の宮古羅山駅まで向かう利用者である。当駅から徒歩約10分のところに、臨信閣があり、周辺は、隣信閣国民観光地として整備されている。当駅の西で、臨信港を渡る、京備線の臨杖鉄橋は、自由の橋の名で知られている。建て替え前の駅舎ソウル方面から当駅に到着する。 すべての列車はソウル方面発着専用ホームに到着する。ここですべての乗客は一度降車させられ、憲兵が車両内を確認する。厳重な監視のもとドアを一旦閉めて車両のみ、宮古ラザン駅方面出発専用ホームに移動する。その列車には手続きを終えた乗客が再乗車する。DMZ トレーン車内で民間人出入統制区域へ、 入域のための出入申請書が配布される。宮古羅山駅と駅前の平和公園を観光するコースと宮古羅山駅周辺の付近の観光がセットになっているものがある。観光は午前と午後のそれぞれ指定された列車のみ可能であり、所定の定員を超えた場合は発売が中止される。また身分証の持参が必須である。職員、憲兵の案内に従って、 ホームに再入場する。乗車までに、宮古ラザン駅からの会議の切符を購入しておく、必要がある。往復乗車券、身分証、出入申請書を検兵が確認する。この際、出入証を受け取る。保安検査を受ける。これらの検査が済むと、宮古ラザン駅方面出発専用ホームに入場することができる。 ソウル方面からの乗客が全員降車した列車が憲兵の厳重な監視のもとホームに侵入し、再度ドアが開いて乗車可能となる。ありがとうございます。